ぐ2周年だよ YNN-NMB48 チャンネル振り返りトーク、イエーイ。はい、NMB48 のメンバーだけが出演している番組 YNN-NMB48 チャンネルがもうすぐ放送開始から2周年ということで、皆さんにもっともっと番組のことを知っていただこうという企画です。はい、YNN では今までいろんな企画をやってきてるんですが、ここにいるメンバーが印象に残っているものを発表していただきたいと思います。じゃあ順番にレイナちゃんからお願いします。はい、ででん、いい感じのいいカップ、チカピオです。え、もう何それ。ですね、あのナナさんとさやかさんがなんか2人でリーチャー24時間かなですよね。それで違いますか。まあ、それはまあ後ほどまあ見ていただいたら分かるんですけど、その時になんかナナさんがなんかその好きな男性のタイプとかでなんか姿勢のいい人が好きって言ったらしくて、なんで NNB のマネージャーにいるやんみたいな話になって、たまたまその時にそのところにいたマネージャーさんがその噂のチカピヨって人で、今そこにいるんですよ。うなずいてるんですよ。で最近焼けたらしくて、まあそれはどうでもいいんですけど、うわで、そのまあバカンスといえばですね、まあその時になんかいい感じのいいカップが好きみたいなを言ったらしいんですよ。どうしたらいいんだ。近っぽよ。いいカップって結構大きいよな。だからこれがほんまに私大好きでツイッターでめっちゃ検索しました。チカピヨいいカップとかでもいいカップは検索してないんですけど、もうめっちゃ見ましたね。面白かった。面白かったんや。そんな言いそうな人じゃないから余計思った。せめて昔に伝説があって、あのどんだけ時間押してますかってメンバーが聞きたくて、チカシケさん なんかどんぐらい押してますかかなんか言ったら、はい、今の推しは山田かなって知ってるそれ、誰も今の推し面聞いてるんだみたいな。めっちゃ面白い。伝説じゃない。はい、私はリーチャー24時間テレビでおはようハノイっていう企画をねやらせてもらったんですけど、これはあのベトナム語をね、みんなに教えていくみたいな企画をやらせてもらって、これが一番印象に残ってます。どんなのやったんですか。これはあの単語をみんなに教えていったりとかしてた。ベトナム語。そう、私ね、あのワンエースなんですよ、ベトナム語の。ベトナムの、クォーターの下みたいな、ちょっとしか入ってないんですけど。あ、そうなんや。ひいおばあちゃんがベトナム人。違う、そうやなですね。はい、おー、そうなんですよ。喋れるんや。喋れます。ちょっとしか喋れないけど。なんか挨拶して。え、しんちゃお。おー、すごい。でも今日あの最近ちょっとちょこちょこ勉強していってます。え、みんな分かってくれましたか。普通になんか、分かってへんけどなんか楽しいって言って。楽しい。分かってへんけどちょっと楽しいって言ってくれちゃう。日本語ちょっと怪しいな。ちょっとね、怪しいです。日本語もちょっと勉強します。はい、じゃあルリリーさん。はい、私はこれです。じゃーん。研究生でやった想像の詩人パーティー。あ、やりましたね。楽しかったです。なんかみんなで自分たちで作ってきたお菓子を食べたりとか、いろんな企画して占いとかもやってもらったんですよ。すごい。すっごい楽しかったし、なんか研究生で何かできたのが良かったかなと思ってます。最後にみんなでなんかこれからの目標みたいなのも言ってね、自分たちの夢を再確認できたというか、いいですね。よかったですね。なるほど、はい。じゃあ私はリーチャー24時間テレビの時のラジオ体操です。やってたな、なんかやってた、ね、そうなんですよ。これ私今でもちょっと忘れられなくて、今までで一番謎でよくわからないロケやったんですけど、もう急に踊りだすっていう。そう、私、まあ、その時修学旅行やったから出れなかったんですよ。だから考えてくださって私のコーナーを、もうそれはすごい嬉しかったんですけど。ラジオ体操もうなんか、まあ、メンバー私一人で、カメラマンさん、マネージャーさん、スタッフさんいる中で真顔でラジオ体操を延々としてすごい恥ずかしくて。それ恥ずかしいな。そう、でもどこで踊ったん、そのラジオ体操。踊ったって言ったらあれやけど、レッスン場のなんか一室みたいな、もうめっちゃ端っこで踊ったんですけどね。
いやあれはもうなんかネタにされまくりましたね。嘘、そうそうやろな、うん、まあ、やっぱダンスうまいからキレキレやんだよ。めっちゃ言われました。言うの踊るから違うみたいな。そうやな、そうこれからお手本やわ。そうだからラジオ体操は任せてください。私はうのうのうです。お、はい、これはナナさんの卒業の記念の YNN さんの時に企画で、あの私が司会でやらさせていただいたんですけど、あの私の名字にかけて、うん、あのカードゲームのうのとうのトレーニングをやったんですよ。うの、なんですけど私うののルールが分かんなくて、そうなんですか。でなんかスキップのこともステップとか言ったりとかなんかいろいろやったりしてたんですけど、最終的にあの私が負けて罰ゲームも全部私がやったんですけど、なんかすごい恥ずかしかった思い出があるんです。でも楽しそう。そうなんかだから思い出に残ってるかなと思ってやりました。なんか今の年代でUNOやらへんの珍しいですね。若い子でもあんま知らん。ほんまに NMB 入って知った、みんながやってて。そうなんや。そうそうそう、そういう人もいんねんな。なんか人狼ゲームみたいな。そもいんねん。ラスト、あかりちゃん、はい、オムライスを作ったの。私あYNN のなんか料理企画のたんびオムライスしか作らせてもらえない。なんでなんかな。なんかあの一回初めになんか料理したいみたいな言い出して、うんうんうん、何やったら作れると、じゃあオムライスなら作れますって言って、作ったことないんだけど嘘ついてオムライス作れるって言って。なんで嘘ついた。そうでりーちゃん24時間テレビで初めて作って、うん、であのYNN のその企画で料理をしたいっていうのでもまたオムライス作って、うん、で。あの握手会の時になんか生配信やったなんかやった時もオムライス作って、私オムライスから成長できなくて他のもできるようになって。でもあの最近それを企画にあのそれをね、うん、あの機会にちょっとお料理始めるようになったから作ってるよね。作ってるような、まあでも高度なことはオムライスぐらいしかできないんですけど。うん、オムライスも高度なんですか。そう高度。何々バカにしてる。何々バカにしてる。バカにしてる。そんなことないですよ。オムライス高度です。じゃあもっと料理ができるようになったらいいですね。はい、はい、最近秋に見えんけどな。あかんやん。はい、というわけで以上、もうすぐ2周年だよ YNN NMB48 チャンネル振り返りトークでした。イエーイ。